技術、継続教育、タフは、オーストラリアの職業教育機関。中等教育後の第3期の教育として、州政府によって運営されている、職業訓練校である。多くは、ナショナルトレーニングシステム、合衆資格フレームワーク、オーストラリアンクオリティートレーニングフレームワークの認定を受けている。一部には、学士号を与えるコース、野学コースもある。 タフ機関は2004年では全国に79校存在する。高等教育部門の大学は主に連邦政府から資金を得て州政府の所有であるのに対し、タフは所有、運営、資本を州、地域政府が行う。チャールズ・ダーウィン大学、ルメット大学のようないくつかの大学はタフコースを提供している。いくつかの高等学校も他のタフ機関のカリキュラムと、 終了になるコースを提供している。ニューサウスウェールズ州内に1一の機関がある。ビクトリア州内にある機関は、クイーンズランド州内にある機関は、南オーストラリア州内にある機関は、上記の現在の機関は、下記のタフに統合される、パースセントラルタフキャンパス。西オーストラリア州内にある機関は、タスマニア州内にある機関は、オーストラリア首都特別地域内にある機関は、 ノーザンテリトリー内にある機関は、州およびテリトリー設立のタフ職業教育機関。ありがとうございます。